まず、カポなし、ね、レギュラーチューニングカポなしで、ここから、2フレットを制覇して、それで現状ね、君はいらないけど、4フレットの傷つけた時だよ、何にも知らないけど、この話はやめよう、そういうのにイラつくならどうすりゃいいのさ、何も言わないけど、ここで